西川雅紀投手からつば九郎へのお祝いメッセージでございました。つば九郎は東京ヤクルトスワローズマスコットとして1994年4月9日対阪神タイガース戦にて初出場を遂げ、2022年8月5日対読売ジャイアンツ戦におきまして史上1羽目の通算2000試合を達成し、本年デビュー30周年を迎えました。本日はその偉業をたたえ、12球団マスコットで唯一ユニフォームを着ていないつば九郎に、東京ヤクルトスワローズ選手会より30年の初となるホームユニフォームを贈呈いたします。プレゼンターは川端慎吾選手です。